皆さんこんにちはいずです本日もプロスペースやっていきます本日の企画はこちら無課金純正のミキサーの使い方について解説していきますはいおそらくもうすぐミキサーが来るんじゃないかなというふうに思うんですがそこでですね結構もったいない選手の使い方をしている人が多いんじゃないかなというふうに思うので本日解説をしていこうというふうに思いますちなみに普段自分はですねホークス純正をメインにやっていますが無課金で阪神や楽天純正をやっていたり TSOB 覚醒の選手の評価動画を出したり 本日の動画のように無課金純正向けの解説動画なんかも出しています。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また無課金純正向けの解説動画は再生リストがありますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。では早速ですが、本日のタイムテーブルを見ていきましょう。本日は5つの項目に分けて話していきます。1つ目、ミキサーについて、2つ目、A ランクミキサーの使い方について、3つ目、S ランクミキサーの使い方について、4つ目、圧縮について、 5つ目ミキサーをするタイミングについてといったところの5つの項目に分けて話していきます本日はですね無課金純正の方向けの解説動画なんですが美課金の方や普通に課金している方にも通ずるところがあると思うのでぜひ最後まで見ていってください では行きま,しょうまず1つ目ですねミキサーについて話していきますミキサーとは選手を3名か5名消費することによって新たな選手を1名獲得できる機能ですミキサーには A ランクミキサーと S ランクミキサーがありそれぞれ3名消費でランダム球団の選手を獲得できるランダムミキサー5名消費すると自チーム球団の選手を獲得できる自チームミキサーの2種類がありますその他にセレクションやベストナインタイトルホルダーなどについてくるセレクトミキサーや シルエットの選手をミキサーできるシルエットミキサーがありますがセレクトミキサーは無課金には手が出せませんしシルエットミキサーはです、ね、シルエットがなくなったため今後、回さなくなるため割愛します。 なので今回は A ランクミキサーと S ランクミキサーを詳しく解説していきますはいでは早速なんですが A ランクミキサーについて話していきます今から話す話は無課金純正向けの話になるのでよろしくお願いしますまずはじめに前提としてノーマルミキサーは純正をやっていく上で何の意味もないのでしないでください、えー、続いてですね A ランク自チームミキサーですがこちらも基本的にはしなくていいんじゃないかなというふうに思っています 理由としましては特訓の方が優先度が高いというのが一番大きな理由ですねまず純正においてですね、えー、リーグリア隊ともに大事なのが極み○○魂という極み純正のコンボを出すのが一番大事なんじゃないかなというふうに思っていますそしてそのコンボが出る条件としてですね全選手の特訓をマックスにしておかないといけませんこれはですね、えー、グランドオープンからですね、えー、特訓マックスになりましたよね前のシーズンまでは S ランクでしたよね全選手が S ランクだったらその極み○○魂とか そういうい純正のコンボののですね純正のコンボを発動したんですが、えー、グランドオープンから全選手特訓マックスにしないといけないという風になったのでよりですね、えー、前のシーズンとかそういったところより、えー、特訓が大事なんじゃないかなという風に思いますそしてですね、えー、特訓をするにあたってですね、えー、B ランクでも特訓はできるんじゃないのという声があるかもしれませんが B ランクだけでですね、えー、特訓をするのには限界があるんじゃないかなという風に思います。 なので他球団の A ランクなんかはミキサーよりも S ランク特訓に使った方がいいんじゃないかなとチームの強化になるんじゃないかなというふうに思っています、まあ、一応ですね限界突破もスピリッツとかは上がるんですけど断然ですねコンボの方が上がるスピリッツは高いですし全、まあ、選手にそのコンボは関わってくるんで、まあ、1選手をですね限界突破するよりかはまあ全体にかかってくるコンボの方が大事なんじゃないかなというふうには思いますなので A ランクミキサーで限界突破用の A ランクは狙わず特訓を積極的にやりましょう そして、とっくに余裕が出てきたら A ランクミキサーはしていっていいんじゃないかなと。自チームミキサーですね。はしていっていいんじゃないかなというふうに思います。では続いて、S ランクミキサーについて話していきます。はい。まず、S ランクミキサーも A ランクミキサー同様、ノーマルミキサーはしないでください。まあ、ノーマルミキサーはですね、純正において、まあ、一番必要のないミキサーの機能なんじゃないかなと。自チームをですね、いかに獲得できるかというのがですね、純正、無課金純正をやる上でですね、大事なんじゃないかなと。 いう風に思うんで、まあ、ミキサーはですね必ず自チームミキサーをしてくださいそして自チームミキサーに関してはですねえ純正なのでどんどんしていくべきなんじゃないかなという風に思うんですが、えー、S ランク自チームミキサーはですねタイミングが大事なんじゃないかなという風に思いますまあ、そちらはですね、えー、5つ目の項目で後々話していこうという風に思いますはいでは続いていきましょう 圧縮についいてて話していきます。圧縮とはミキサーで排出される選手と同じシリーズの選手を消費してミキサーをすると消費した選手は排出されないという仕組みになっていますそこでですね、えー、注意するべきポイントとしましては同じシリーズの選手しか対象にならないという点ですねなので2021シリーズ1のミキサーでは2020シリーズ2以前の選手では圧縮できないと。 いいう風になっていますそして自チームミキサーで圧縮する場合自チームの選手しか対象になりませんまあもちろんですね自チームの選手しか出ないんでまあ他の球団の選手は圧縮要因にはならないと、まあ、どっちにしろ出ないんですけどねはいそしてまあ自チームミキサーで圧縮ミキサーをする場合5名での圧縮をお勧めしていますはいこれはですね確率の問題ですねもし10名登場していて5名の圧縮でミキサーをする場合排出される選手は5名になりますなので確率で言うと10分の1から5分の1までですね え狙いが1点狙いの場合ですね下がってきますねまあ、もしですねここの狙いがですね1点狙いじゃない場合まあ2名3名といる場合ですね確率で言うと5分の2や5分の3という風にですね狙いの選手が出やすくなっていきますねしかし中途半端に1名圧縮なんかにすると9分の1となり狙いは外しやすくなるんじゃないかなという風に思いますなので圧縮ミキサーをする場合は基本的に5名で1名圧縮とかでも 狙いが他の9名とかいう場合は、まあ、もしかしたらしてもいいかもしれないんですがその後のですね狙いが少なくなっていったときに圧縮できなくなっていくんですよねなんで、まあ、やはりです、ね、5名での圧縮が一番いいんじゃないかなと、まあ、さらにです、ね、シリーズの後半に圧縮はした方がいいんじゃないかなというふうには思います、まあ、狙いがです、ね、10名中9名でまあ5名で圧縮しても何の意味もないじゃないですか それよりも狙いが少ない段階で圧縮ミキサーをした方が圧縮をですね生かせれるんじゃないかなというふうには思いますでは続いて5つ目ですねタイミングについて話していきますはいミキサーのタイミングですねについて話していくんですけど、まあ、まずですねリーグリア体勢どちらにも共通することを話していってから、まあ、その後ですねリーグゼリア体勢それぞれですね話していこうかなというふうに思いますはいではまずリーグリア体勢ですねどちらにも共通しているのがですね え勝負をするタイミングでミキサーをしてほしいというところですね。はいまあ、リーグ勢でいうと最強決定戦ですね。でまあ、リアタイ勢でいうと、まあ、チーム魂杯や、まあ、ランク戦とかですね日々のランク戦でもいいと思うんですけど、毎、まあ、シリーズですねえ上位を狙うのはもちろん可能なんですが、より上を目指すのはですね準備期間を設けるということでより上に行けるんじゃないかなというふうに思います。そういった勝負をかけるタイミングでミキサーをしてほしいですね。では続いて、これまでは長いスパン。 まあ例えば1年おきに消防するとかそういったスパンの話をしていたんですけど続いては短いスパンですねえ1シリーズでのミキサーのタイミングについて話していきますはいまずリーグ勢とリアタイ勢に分けて話していくんですけどまずはリーグ勢ですねえーリーグ勢の方はどんな能力の選手でもオーダーに入る可能性あるんじゃないかなというふうに思ってますまあシリーズによってですねオーダーは違いますしどんなに能力が高くてもオーダーから外れる可能性は十分ありますよねまあなのでできるだけミキサーのかぶりは避けたいと でまあ、いろんな選手を獲得したいというふうに思うんじゃないかなというふうに思いますなのでリーグ勢の方は基本的にシリーズの後半にミキサーをした方がいいんじゃないかなというふうに思っています、はいまあ、最強決定戦がですね8月の後半と3月の中旬くらいに来るんじゃないかなというふうに思うんですがシリーズ1はですね8月の頭くらいでまあ19選手、まあ、残り2ポジション残して出てきているんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、それよりもうちょっと前にもしておいた方がですねあの育成のですね時間もあるんで もうちょっと早くした方がいいと思うんですけど、まあ、7月の後半から8月の頭にかけてミキサーをしていくのがいいんじゃないかなというふうには思います。えまあ、シリーズ1はですね、でまあ、シリーズ2はえ結構ポジション追加が早くて、2月の頭くらいまでには全選手追加されていると思うので、なのでそのタイミングでミキサーをするのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、えシリーズ1はですねえ、通常選手の追加のタイミングが少しですね、確か最強決定戦が始まった日にも追加されるんじゃないかなと。まあ、最後のポジションがですね。 とといいうところでででまあ、結構すすね遅いんですよね遅んよ追加されるのが、まあそういったところでは少しですね、えー、まあ中盤くらいに少し勝負をかけてもいいのかなとまあ、基本的にですねリーガーすね組めるオーダーあの持っている選手でまあ、組めるオーダーを作っていくというふうになると思うので、まあ、リアタイ勢もそうかもしれないんですけどまあリーグはよりですね、えー、まあどんなオーダーにもなれると思うんで、まあ、そういったところではまあシリーズ1はですね、えー まあ7月後半くらいにまあ勝負をかけて、まあ、シリーズツアーですね、えー、もう2月の頭にはも全選手追加されていると思うので、まあ、そこでミキサー勝負をかけていって、まあ、育成していくのがいいんじゃないかなという,ふうに思いますでは続いてリア対勢について話していきますリア対勢はですね必須な選手が来たタイミングでミキサーをするのがいいんじゃないかなという,ふうに思います例えばですね、えー、リア対必須級の投手と、まあ、例えば千賀さんとか、まあ、山本由伸投手とかいう,ふうなところや、まあ買いが利かない野手ですね、えー、まあ例えば 柳田選手や浅村選手とか、えー、鈴木誠也選手とか、まあ、そういった強い選手が来た時に、えー、ミキサーをして、まあ、狙っていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、狙いが多い時にですに、ね、ミキサーした方がいいですね。はいまあ、リアタイ勢の場合、ですね、えー、シリーズの後半は野手的にはですね、えー、少し能力が低い選手が出てくるのかなと。でまあ、投手的に言うと、ですね、えーまあ、たまにですねリアタイ向きの投手出てくるんですけど、まあ、たまに結構出てきますね、リアタイ向きの投手が。といったところでは。 まあそうですね欲しい選手が来たタイミングで23回して、欲しい選手が来たタイミングで23回,、まあ、回と、まあ、狙いが外れても、まあ、結構、ですね、えー、勝負をかけるタイミングがバラバラなんじゃないか、バラバラっていうか、まあ、分けていっていいんじゃないかなと、まあ、一気に全選手つぎ込むんじゃなくて、欲しい選手来た、2、3回しようと、また次の、また欲しい選手が来た、ミキサーしようとか、そういったふうに、えーまあ、タイミングが1個じゃないというのがリアタイ勢なんじゃないかなというふうに思います。 はい、なので、まあ、よりですねシリーズの後半はですね出てくる選手を予想しながらタイミングを測るべきなんじゃないかなともシリーズの後半でですねオーダーに入る選手がいないというふうに感じたら、まあ、もう前半のうちにですねミキサーしていっていいですしまたです、ね、シリーズの後半に、まあ、例えばですね去年でいうと楽天の松井選手なんかがですねシリーズの後半あとは藤浪選手とかもですねシリーズの後半に出てきたと思うんですけど、まあ、そういった選手はですね 結構リアタイ的に必須級な選手になってくるので、まあ、そういった選手が出るというふうに予想している場合はシリーズの後半まで少し待っててもいいんじゃないかなというふうには思います、まあ、プラスしてですねチーム魂入ってですねいつ来るか本当分かんないですよね、まあ、結構タイミングがバラバラでいつ来るか分からないと思うんで、まあ、欲しい選手が来たタイミングでもゲットしておいて、まあ、育成しておくとで、まあ、いつ来てもいいようにですねオーダーをですね完成に近づけておくというのが大事なんじゃないかなというふうには思いますですが、まあ 去年、ですねシリーズの最後の最後に来ましたよね。2020シリーズ2では最後の最後に来たと思うので、まあ、今後もですね結構シリーズの最後の方に来ることが多いんじゃないかなというふうには思いますね。はい、なんで、まあ、リアタイ勢はですね、まあ、出てくる選手とかタイミングによってまあ全然変わってくるので、まあ、自分のタイミングですね自分でこの選手が必要と思った時にまあきに、この選手は必要という選手が出てきたタイミングでまあミキサーしていくのがいいのかなと。またた今後ですねそういったタイミングの 動画は話していこうかなとまあ、選手追加のタイミングとかでですね話していこうかなという,ふうには思うんですが、うんまあ、ミキサーが復活したタイミングで、まあ、通常選手の選手評価なんかもしていけたらなというふうには思いますはい、はい、いかがでしたかね、えー、同じことの繰り返しになると思うんですが、まあ、ミキサーするタイミングはリーグ勢はシリーズの後半ですね、でまあ、リアタイ勢の方はですね必須な選手登場のタイミングというふうに思います。はい まあ、ミキサーを計画的にやることによって、ですね、えー、より効率的にチームの強化ができると思うので、ぜひ参考にしてみてください。では本日はこの辺で終わろうと思います。また次回以降も毎週金曜日に無課金純正向きの解説動画をしていきます。なので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また、こんな解説をしてほしいと、そういったことがありましたら、ぜひコメントをよろしくお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。でした。